ど、曲に行きたいと思います、もう暑くなってきて夏なので夏の曲を選んでみました。それでは聴いてください。みんな新曲コールよろしくね。
2番手荒知恵です。今日は、アンケートないんですけど、いつもアンケートに、古い歌がないと書かれるので、今日私が古い歌担当で一人で盛り下げていきたい、嘘です、盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。次は、ね、熱血最強ゴーザウラーで Keep on Dreaming。育つもの、なんだなんだ、ワンチャンス。
日本人は
特にそういうの好きですよね。ほら、相性占いとかしたい人とかいます。ね、はい、相性占いしたい人はぜひ今メモ取って、メモメモチャンスで、ね。何型ですか？あ、私 ABB。すごい。ちょっと嫌な感じになるの嫌だよね、この血液型言うとね。今日何型ですか？ね、嫌だよね。私はもう多分見ての見ての通り。見ての通り。あ、お。大型です。私も見ての通り A 型です。あ、A 型。そう、あの部屋はちょっと汚いけど本棚だけは綺麗みたいな感じの A 型ですね。私も部屋は汚いけど。あ、もう A 型だからね。AB 型どうなんですか？あの来る時だけ片付けるよね。ああ。ね、ちょっと普段はあんまりみたいな。ちょっと会場にも聞いてみていいですか？え、A 型の人。あ、結構わかるね。あ、全国野鳥の会の人は6人だ。じゃあ次のエビ。私ここ知ってる。あ、すごい。エビ多い。固まってる。固まってるね。ワクさん仲間。じゃあクワガタの人。あ、ちょっとね、違うの。今 B 型って言うと思って、ちょっと手挙げると準備する。デパートの屋上から逃げてきた感じ。あとは何聞いてないですか？ BBB だよ。 B 型の人。あ、B 型さんに。おお、意外と。なに、広し。私したから読み捨て。あと大型は大型。あと田中真由美さんとかかな。あ、田中真由美ね。ね、なんかお人上
聞いちゃったらいいのかな、これ。会場の本名、田中の人とかいますか？あ、本名じゃあ次、はい、あ、いいですね、お後でよろしく。ドラえもんの秘密道具、うん、
なんかアンキパンとか言うと欲しいけど、アンキパンいいね。強すぎる。不条件アンキパンいいんじゃない？アンキパンね。私一番必要だよね。アンキパン。
空も
上がっていただければと思います。デュエットタイム最後の曲はもうこれだ。
では3曲続けてお送りしましたけれども、はい、1曲目は荒地絵藤尾で未来系アイドル、2曲目はミウ荒地絵でフローウィン浮雲、3曲目は藤尾ミウで逆光のフリューゲル。あ、意義ある、意義ある。お、なんだ。いや、藤尾ミウじゃねえだろ。おう、なんだ。ミウ藤尾だろ。ミウ藤尾、そう、ミウ藤尾でしょ。あ、どっちかって、そうね、そうね。ここだったら、ここ荒藤でしょ。あ、そう受け、そう受け、そう受けでしょ。認めちゃったよ。ね、ここはでもちょっと迷いますね。そう、そうだね。どっちかというとエスキャラだよね。どんな今今という切り替えらしい。あ、そうだね。私ミズナどっちでもいいや。私は。そうね。藤尾ちゃんには攻めたいけど。攻めたい。S S M M。ド M みたいな。ね、ここのここの距離がすごい離れてる。ちょっと今ちょっとゆりトークでモエモエしてきたところで、ちょっとキュンキュンするちょっと企画いっちゃいますか。キュンキュンしちゃう、しちゃいますか、しちゃいますか。キュンキュンする企画いっちゃいますか。おお、キュン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 セリフコーナー。ねえ、お前らもっと答えようと思ってるお客さんの顔がちょっと怖いみたいな。サクッといきますよ、サクッとね。はい、このコーナーはですね、はい、みんながこの3人がアニメや漫画などのセリフで胸がキュンってするようなセリフを、チョイスしてきました。女性のセリフは私たちが言います。はい、チョイスしてきましたよ。はい、今日のために家にある本棚の漫画めっちゃ読んできましたよ。で、読みながらちょっとキュンとかしたんですね。全巻読破しちゃいましたね。久々に読んだらやっぱいい漫画いっぱいあるな、ね、いいセリフもいっぱいあった中で の, のベストワン、ベストワンチョイスをしてまいりましたので、じゃあまずみゆちゃんから、はい、いっちゃいますか。みゆちゃんのチョイスから。ちょっとまだセリフを隠しておいてください。お、あのできれば目つぶっていただけると。私みんなの前で言うの超恥ずかしいんで、あの目をつぶっていてください。ぜひ見ないで、見ないで。メガネ、メガネ、メガネ。じゃあ行きます。かけ玉とかヘルシーとか、お前、お前は私に関心ないの？帰る。こんなセリフだったんですが、ちょっと出してみてもらってますか。じゃじゃん。お前、私に関心ないの？帰る。はあ。あの、神の溝知る世界というサンデーでやっている漫画のですね、ハクアドロットヘリミニウムという典型的なツンデレのキャラクターのセリフを選んでまいりました。これはどういうシチュエーションで言うの？これはですね、ちょっと主人公がすごいイケメンなんですけど、ダメ男なんですけど、イケメンなんですよ。それでですね、世の全ての女性を虜にする落とし神という、あのすごい人が主人公なんですね。で、本当はこう仲間じゃない子なんですけども、もうすごい好きになってしまって、でも主人公はちょっとあんまりこの子にビジネスライクな対応しかしないので、お前私に関心ないのと。あ、かわいいですね。口で説明するの難しいな。難しいですね。これあの5巻とか6巻ぐらいに出てくるので、ぜひ全巻読んでいただいて。じゃあみんな漫画、漫画喫茶で、はい、アニメでいうと2期の2話ぐらいに出てくる。具体的、具体的2、3話ぐらいに出てくるかなというところなので、ぜひケオで借りていただいて。はい、こんなセリフでした。積んでいいと思います。はい、私が言うとあんま思えないんですよね。どこでちゃんと言ってほしい。じゃあ次、私のチョイス、じゃあ私のちょっと出しちゃってください。はい、じゃん。あれぐらいでギャルのパンツがもらえるなんて甘いわよ。まあ1個ぐらいはね、こういうのも入れておくかなみたいな。あのド M の方にキュキュしてもらおう。しかも、しかもなんか年代的にすごいのはドラゴンボールなんてとかじゃない、無印なんてないもついてないっていう、ねえ、そうね、GT とかついてないですね、ごめんなさい、無印して、鳥山先生みたいなのもついてない、すげえな。ほら、ウーロンに対して、そう、素晴らしい。本当はね、それが良かったんだけど、ギャルパンティー遅れが良かった、うん、あの前にエグザイルさん、エグザイルそう、松坂でしょ。そう、え、違うよ、あれ、あの人
バスケットボールの人じゃなくて松坂だっけ。なんかね、松坂がドラゴンボール好きで、でなんかドラゴンボールをなんかこう集めて一個願いを叶えてもらえるとしたら何にしますかっていう質問をエグザイルの番組でされたんですよ。したらね、松坂がね、やっぱりギャルのパンティーですかね、過去笑いみたいな感じで、松坂多分今週のギャルでやったのに、エグザイルの人誰も知らなくて、え、何ですかそれ、松坂さんエロいみたいな感じになっちゃって、ちょっと、私なんだなと思って、テレビの前で、松坂さん、マジ変態っすわみたいな感じの感じになっちゃって、そのシーンとかをエグザイルに教えてあげればいい、教えてあげたい、そう、世代のはずなのにね。でもちょっとね、エグザイルもね、あ、ドラゴンボール知ってます知ってますって言ってる割にはここがちょっとあれです、ね、にわかにわかね、まあ、ドラゴンボール全巻詰めていただいてね、それを読んでいただいて多いこと言いたいと思うんですけどね。じゃあ、無事を言っちゃいますか。じゃあ私、じゃあ言って、あ、言ってから出す感じで、あ、前振り、前振り、前振りが必要な、うん、あれね、これだけちょっと前振りあれね、うん、ね、まず男の子のセリフがあって、ちょっと女の子のセリフがあって、まずちょっと違うかもしれないですけど、今全然、走るって分かってたんだから、なんでそんな走りにくい靴履いてくるんだよ。わざとだよ。なりましょうかって言ってくれるんですけども、え、私のお姉様は佐藤
生さんはただ一人です。一途なんだね。すごい子いるんですよ。みんなそう覚えてちゃんと、ね、覚えてね。うまい。本当に思い出せるんですよ。言われたい、自分が、自分が言われたいですね。女子校時代で言われたかったっていうナンバーワンですね。はい、ちょっとこれ以上喋るとオタクっぽいんです。熱く語るオタクの特有のね。オタクの、ね、どんどん早口になってしまうみたいな。じゃあちょっと次のじゃあポチしてください。でで。どっちゃん。ご神連れてって。全然似てなくてますけど。シーズンですからね。私野球部だったんですよ。そうだからね、そう野球この季節になると思い出しますね。あのお守りとか縫うんですよ。みんなの分。ね、汗だくになって真っ黒だったかなと思って思い出しますね。でも甲子園に連れてってもらえるほどのチームじゃなかったみたいな ね、 ね。じゃあちょっと精神的に連れてって欲しかったな。じゃあ次行こうか、あたちゃん。全然似てない。ね、長いの大変だ。何度生まれ変わってもまたルルを好きになる、はい、これって運命なんだよね。これはもう説明しなくてもこれ、ね、分かるよね。これさ、ルルのとこミューにしてもう一回言ってもらっていいですか。王子王子、何度生まれ変わってもまたミューを好きになる、これって運命なんだよね。もうキュンキュンきますね。これはキュンキュンきますね。そう、これはね、コードギアスってね、はい、あの結構オタクの方からこう人気のアニメなんですけど、そのシューリンっていう子が、あのお前もオタクの方だろ、だから好きなんでしょ。なんかこう主人公と同じクラスの女の子なんですけど、ちょっとすこの子死んじゃう間際のセリフなんです。あ、これ死亡グラフ、死亡グラフですね。この時に死んじゃうの、これ。あ、死ぬ間際の人、死ぬ間際にルルに告白をするっていう。あ、じゃあ悲しい。そう、結構悲しい。ルルは全く知らなくて、シャーリーが自分を好きってことを。あ、オタクですね。語るでしょ。早口じゃないけどオタクだよね。いや、キュンキュン来ました。あ、いいね、ちょっとモチベーション上がってきました。でも私たちって基本的に女性なんで、女性のセリフを聞いても思えば反応なんですね。やっぱり男性にちょっと言ってもらいたいよね。言ってもらいたいよね。もうせっかくこれだけ男性いるしね、ちょっと嫌な顔してるけど、俺ね、もしかしたら言ってもらいたい。いや、あれは言いたいそうだ。そうだそうだそうだ、はい、じゃあちょっと私たちの言ってほしいセリフを言ってもらいたい、これだ。これ私の言ってほしいセリフ。知らないから抑揚とかわからないから言えないというところじゃないんで、ただも読み上げていただければ、これは幸せなんで。せっかく解説しますと、このこれ歌のプリンス様っていうゲームに出てくるセリフなんですけれども、あの歌プリって音楽ゲームが一緒に入ってるんですね。ダバ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 っていうのを一生懸命やっていますと、もうイージー、ハード、プロっていう難しい、どんどん難しいのがあって、イージーがレベル3まであって、ハードがレベル3まであって。プロが一番難しいんですよ。プロで S S ランクを取るとやっとやってもらえる。あ、で超レアセリフもね、これ20時間ぐらいかかるんですよ。本当に教習をするには本当に、まあ、なんか気持ち悪いと思うんですけど、ぜひ私のプレイ動画とかいつか見ていただいて、本当に指の動きとか気持ち悪くなるぐらいやり込んでやっと言ってもらえる主力のセリフなわけですよ。じゃあそうだな、セリフの良さも相まってたね。もうちょっと感慨深いセリフなんですけど、よかったらどなたか言ってくれませんか。挙手がないと指名しちゃうよ。うん、あのね、これからどんどんやばいセリフになってそうそう、最初の知ってもらえる方が本当にいいですよ。カーリ君お願いします。お願いします。あ、ね、ったこれいつ言えばいいんですかね。
賞金稼ぎとかやってた人 でサイバーフォーミュラっていうのは今でこう F1 みたい なんかこう フォーマルなレースなんですけど、それにこうお金で雇われてちょっと走ってるんですけど、最後にあの抜きなさいみたいな指示を言われて、だけどこう自分はこうほらそういうのやりたくないからコースアウトしちゃうんですよ、自分自ら。そうで、その時にこの中の人関俊彦さんなんですけど、関俊彦さんがあの独特のこうかっこいい声で言うんですよ。ハドラーハドラー、あ、嘘誰でもいいよ、誰でもいいよ。ちょっとじゃあこれをよだれ垂らしながら聞こうかな。ブリード加賀さんっていうのは大体何歳ぐらいの方なんですか。二十歳前後、ですね、十代。目が泳いだ人。あ、泳いだ。あ、たくまきさんお願いします。たくまきさんお願いします。
みたいな。やれなかった。いやー、すごい燃えましたね。これなんかどちらかというと3人の3人による皆様から燃えを補給しているコーナーでしたね。今日一のテンション。今日一のテンション。そうだよね、そうだよね。そうだよね。もちろんテンションがあんまり見えにくいんだけど、うん、すごいわかる。あ、うん、そう。すっごいテンション。やばい。ベストテンション。ベストコンディション。うん。はい、じゃあこんな感じで萌えを補給したところで、じゃあちょっとこれ言ってもらう、これ言ってもらっちゃうか、ね、じゃあこれならいいだろ、うん、これならいいだろ、じゃあそう、じゃあパンいい声でお願い、そろそろだとパン休憩食べて。3、2、1、そろそろ休憩だぜ。はい、締め切りとなっておりますので、どうぞどうぞ立ち上がってていいですよ。はい、どうぞどうぞ、はい、これずっと休憩みたいなもんなんで、はい、
そうですね。心苦しいですね。ね、まずは、まずはちえちゃん。うん。ちえちゃんから。がっつり行きました、がっつりね。ね。目立ちたガール。これがですね、なんと最初投票箱だったんですけれども、ひっくり返すと、抽選箱。おお、抽選箱。私と一緒にトップを狙え。トップを狙え。八代さんもちょっと夏メロ仲間なんですよね、私と。そう、え、トップを狙えって本当は女性2人の曲ですよね。いいですよ。はい、じゃあぜひ、じゃあ前に来ていただいて、あ、一緒に歌いましょう。八代さん、お姉様パートとのりこパートどっちがいいですか？ユニゾンにしますか？あ、じゃあ私のりこで。じゃあお姉さま、お姉さま、やったー。こちらにマイクありますので、よろしくお願いします。でっかいお姉さまだね。あ、ちょ、はい、you、yeah.
ザザン。何が出るかな、何が出るかな、ダダダダンダンダダダダン。お、はい、夏さとばんさん。お、曲はプラネットダンス。お、元気ですけど大丈夫ですか。お薬でもいいですよ。お、ついにプラネットダンス来ましたね。来ましたね、やばいですね。
ユリの展開だしね。ダダン。はい。何が出るかな。あ、ちょっとかぶってしまった。お、かぶってしまった。お、かぶり。かぶりだとちょっともう一回できる。ちなみにサボパンチした。Oh, they're not.
100億人ぐらいいるのでそのうちの3人がちょっと少ないですかね、やっぱり、ね、まだ本当は歌いたかった人っていらっしゃいますか。嬉しい、ね、3億人ぐらいまだ歌いたかったね。100分の3ですね。そうなのでもう一回いいですかね。はい、もう一回。今回のはですね、もう3人の全部が混ざってるので何が出るかが分かりますね。うん、じゃあさっき歌った方とは除いて、そうだね、曲かぶりはありにしますか。うんうんうん、じゃあやるか、代表して、じゃあリーダーも、リーダーを行ってください。リーダー、南リーダー、南リーダー、南リーダー、だっちゃん弾くね。グッチン。私と空からこぼれたみんなお客様の中にクッチン様いらっしゃいますか。あれあれあれ、嵐を引っ張って先に手を離した方がクッチンさんみたいな。声が低かったのがちょっと気になるところです。じゃあ歌いますか。歌いますか。よろしくお願いします。練習してきた、ちゃんと仕込んでますよ。練習してきた、ちゃんとバッチリ。たぶん実際どちらから今日。今日は埼玉から。お願いします。
デュエットさせていただいたんですけれども、あのフジヨンとデュエットした佐藤さん、それから、はい、アラチエとデュエットしたあの橋本さんと勝井さんは、あのそれぞれのファンに帰り道刺されないように気をつけて帰っていただければと思います。はい、やっぱりみんなまだまだ実は声出したりないですよね。うん、本当は歌いたかった、うん、でしょ。えみんな歌いたい。わけれどももう時間がないので、うん、みんなが一緒に愛の手を入れられるこの曲を歌っちゃいましょうと思います。選ばれなかった人はここでもう精一杯声を出してください。簡単です。やってみて。せーの、うーにゃーうーにゃーうーにゃー
る心対決。オタクといえば、まあ、声、歌、はい、うん、あとほら、絵みたいなね。オタクの三種の神器じゃないですけど、そうですね。まあ、私たちの誰に絵心があってないのかということを、はい、ちょっと対決ですね。はい、結構真剣じゃないですか。結構あれですか、漫画とか描いてたりします。何その言いながら笑っちゃった。何その笑い。描いてないよ。描いてない。あ、でも薄い本が一番本棚に多いのは実は。そうそうそう、こう見えてね、こう見えて、うん、薄い本いっぱいこれやってるんで。いや、でもそれと絵心はまた違う。また違う。じゃあ本気の絵心対決、これをじゃあ私はい、じゃあ私たち一生懸命書くので、書いたのをお客さんに審査してもらうという形で対決ですからね。拍手の数が、拍手の数が多かった人が優勝ですね。頑張りましょう。じゃあお題は、渋谷だけに中堅八甲。じゃあ座って書きますか。はい、はい、なんかミュージックで流してもらえるんですか。もらえないかな。藤尾さん今日20分遅刻してるから、私20分多く八甲見てるからね。じゃあ20分間分ぐらい、そう、こう頑張って書いて、大変集中されているので、力を入れる人。問題は犬がどううまく描けるかになるかと思うんですけどね。犬はなかなか難しいところでございますので。後ろ足を太く、後ろ足を太く。時たまジャニーズの画伯と呼ばれる方が何名かいらっしゃってですね。草薙画伯とか、光一画伯とかいらっしゃってですね。大変素晴らしい犬が出てくる時もありますが、まあ、今日は素晴らしい犬が出てくるんじゃないかと。かっこいい、こうね、皆様絵心がたくさんあると思いますので、あとはお客様の目がどのように判断されるかというのは、心の目と見た目がありますから、ぜひ心の目もすごく温かい心の目でこう見ていただくとね。間違って流れ星銀とか書かないように、流れ星銀とか書かないように、今すごい、そうですね、素晴らしい技を持って回転しながら相手に切っちゃいけません。あ、かけましたと言いました。皆様かけましたでしょうか。かけました。かけました。はい。じゃあ、右から行きますか。じゃあ、行きますよ。じゃあ、右から行きます。せーの、ドン。うちの犬。うちの犬。トイプードルのモルテと言います。あ、ハチ公。ハチ公もいる、ここ。ここ、ここ。次で、次で。最近ちょっと毛が伸びてきて、ちょっとね、暑そうだなと思って。トイプードルですか。そう、トイプードルのフォルテ。わかる、トイプードルってわかるくらい絵は。うまいね。そう。あ、これ拍手が多いですね。次はここ。次は私行っていいですか。私結構ね、うまくかけたと思う。ジュジュン。お題を分かった
ってない。あ、中堅がちょっと押してる？犬かくんじゃない。わかる人、わかる人。島津先生のやつじゃない。あ、そう出たー出たーって。あのね、昨日言うたけし読んで、セリフがすごく気になってたけし。リーダーでたけしに出てくる、小次郎って犬です。いや、あんま、懐かしいな。いや、犬なんだよ。ねえ、ね、ジョジョさん20分遅刻してきたのに、たけし読んだの見てないから、見てないから昨日夜読んだやつ。あ、で、それで寝坊したの？たけし読んでて。聞く聞く拍手ないね。拍手ないね。厳しいね。全部寝坊したの本当にかわいそうな子だな、みたいな。じゃあ、この中で一番ハチ公っぽいのは、じゃあ、ストラチェだと思う人。私だと思う人。じゃあいないと思うけど、一応聞こっか。藤尾ちゃんだと思う人。いたいた、うん。いなかったですね。ということで今回は私の勝ちかな。それでは正解を見てみましょう。はい、あ、見てるか。分かってるんだ、分かってるんだ。いや、でもそっくりそっくり、うん、こういう風にも見える角度がある。藤山がこれ以上かわいそうになる前に次のお題に行ってみましょうか。角度とか言って次はピカチュウ。ピカチュウ一番やばいの来たな。そうなんだっけか。私ね、知ってるんだ。さっきね、藤山ちゃんね、携帯で画像検索してたんだよ。全然分かんなかった。見たら絵心対決なんのよ。ね、見てこれっていうのをちょっと見てました。ちっちゃい方ね、ちっちゃい方。間違ってないな、喋ろう。ちなみに注文って何やってました？私ね、やったことないんだよね。でもジェネレーションギャップかも。そう、歌だけ知ってる。ちょっと、なんか、なんとか、全然知らなかったみたいな。どこかに大きな傘があった。私は緑からやってますね。緑、金、銀。おじいちゃん、ポケモンって知ってる？まだ終わってない、終わってない。まだ私のポケモン見えてる。その後、ダイヤモンドパールで、一応ブラック&ホワイトで、ホワイト2はまだ買ってない。全部、ほとんど全部やってる。全部やってます。今日持ってきてないんで、今度ぜひ、はい、次回は。すごいですよね。ちなみに僕ポケモンで途中から絵を描いてる運動さんがお友達なんで。見つけないでくださいね。見て悲しみをできた、できた、できた。私もできました。体省略しちゃったけど。いいかな、わかる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 。こんなんだよね、こんなんだよね。ちょっと幽霊みたいな感じ。ポーズもちょっとこんなんだよね。前から可愛い。私圧勝だと思ったのに。じゃじゃーん。可愛い。うん。これはモンスターボールです。え、たこ焼きじゃなくてモンスターボールモンスターボールです。先生、直前に見たから、うん、先生よ。どうぞ先生。ドン。いやらしい。耳の上とかをちゃんと見てる感じがあるよね。ここしか覚えてない。そう、ここさえ書けばピカチュウ見えるだろうみたいな。嬉しいな、これ。審査割れるんじゃないですか。これなんか昭和の匂いがするキャラだよね、これね。三丁目のタワーとかみたいなね。でもこれなら任天堂さんも全然文句言ってこない。文句は大丈夫だったの。どっちかというと3人は。ねえ、これは私とマルチーズ票が割れてほしいなぐらいの感じですね。じゃあ、正解を見てみますか。正解どうこれ。あ、ほっぺたがあるのね。そう髭じゃない。
かったね。ピカチュウってネズミなんですよ。あー、これ多分猫をイメージされて描かれてるのかなっていうのがちょっと見て、ビリビリするのかなみたいな。うなぎの、あ、うなぎじゃない、元気なんとかの生ず、生ず、生ず、元気うなぎの日とかあれみたいな。じゃあ審査に行ってみます。じゃあ志保先生が一番似てると思った人。はいはいはい、私だと思う人。ハワイも。じゃあわらちえさん。イエーイ、1ポイント、一応先生、ゼロポイント。次期待ですね。じゃあ次のお題いっちゃいますか。どうぞ。もう生き物頑張ります。生き物じゃない。あ、そう、生き物じゃない。さっきあったね、その感じで。私ね、これこの間見たんだよ。ちょうど。でもね、全然わかんない。あいつに難しいな。どこがいるか分かんない。やばいな、実はお客様の中に本当なんか言っていいのか分かんないけど漫画家さんいらっしゃるんですよ。ねえ、ちょっと謎。殴られそうな気がする。Ha ha ha!
さ、すっごい大きい森だよね、これね。ね、結構なんか直しかもびっくりの森だよね。だって、待って、あの周りのビルがあんなちっちゃく見えてるんだよ。遠近感がね。これ以上藤井を傷つけるのはやめたいね。そうだよね。行ってみましょうか。じゃあ、足立さんの方と思う人は拍手をお願いします。あ、優しい、みんな優しい、ありがとうございます。じゃあ私のがまあまあ似てると思う人は拍手をお願いします。あ、まだまだいる。じゃあ私の、あ、すごい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 、藤井一票、キラキラ落ちました。悔しい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、悔しい、本当に悔しいけど、まあ、でも絶対は神様なんでしょうか。じゃあみんなに一票ずつだね。次のお題に行ってみましょう。でも、いいんじゃないでしょうか。うん、わかる。ね、じゃあちょっと答えを見せて。
だって。右利き。すいません。じゃ鏡映ってるっていう設定にします。笑ってるって言ってね、これこれかっこいいみたいな。あ、これでもこれすごい似てる、このそう、これよ、これやばいですね。一応一応対決なので、うん、どれかには拍手していただければと思います。じゃあ、アラチェの方ともう一つ。すいません、すいませんですけど、ドラえもん多分ですけど、でもいるよ、うん、いや、まあ、私のかなっていう人あ、いない、これもいない、まさかの、まさかの奇跡が、まさかの無事、私のやつ、なんと、ね、奇跡の大会議がやばい、これ後がない、私たち、ね、ちょっとじゃあ、次のお題いけますでしょうか。何のやつかっていうのは、生メンバーのね、顔メンバー、いや、顔メンバーってこういうのでいいですかね。うん、じゃあ私がフミちゃん書いて、私がフジヨン書いて、書いてもらうのか。わかった。ごめん、なになに、ごめん。アラチを書く。わかった、書くもしとくわ。友情が壊らないといけない。私もし二人娘にならないといけない。そうだよね。真剣に、真剣に。なんかみたいな、ちょっとわかんないけど。トークよろしくお願いします。今一生懸命なんで、結構友情の危機なんで、ちょっとここ友情の危機だから、はい、今準備をしたんで全くトークを他のメンバーの願いをということですけれども、この場合まずは特徴どう捉えるかですよね。こう各皆様失敗したから次のページ行きますね。例えばこの中でこう漫画を描かれたりとか、ね、絵心が描かれたりとか、例えば、ね、お嬢さんとかで多分こう目の辺りとか髪の毛の辺りとか、みゆさんの前も完全にその目の辺りとかをどう表すかだと思うんですけども、私眼鏡あるから簡単ですよね。でも眼鏡だけだと全く違うね。まあ、あとは参考にするというか、さっきからずっと絵がそこに貼ってあるんで、あれを見ればいいという噂もあるんですけど、どんな服がいいかな。どんな服？そう、服。じゃあ顔だけね。顔だけ、服で、服で表すという手もありますけどね。ほとんど顔描かずに。すごく不安なのが、なんでしょう、本当は似顔絵なんで、ちまちま描くはずなんですけど、なんかでっかくギャンギャン描く。こう、どういう線が描かれるのかという感じですね。そうですよね。そう。誰？誰？ただ今これポスターのように出してしまうと、明らかに誰だけこれを見りゃいいんだと思っちゃうんで、自分は出せないですね。さあ、すごく熱中した。確かにですね、似顔絵というのは小学校3年と4年の一応教育指導要領に関しては、そうなんですか。とあと中学生に1回やるのかな。やりますよね。この中に美術の先生もいらっしゃいます。あ、そうそうね、そうだよ。まあ、裏話ですが、某県ではですね、美術の教員が足りないということで、適当に絵が描けるやつは美術の教員にさせてしまうというすごいシステムがありまして、私も元教員ですが、中学校で社会と数学と美術を全部やれというよく分からない指令が来て、美術3学年分と社会2学年分持ってましたまあそういうのは置いときまして、さあ可愛いのができてきたと思いますので、これはもうぜひ美術の先生とかいたらね、こう丸とかつけてもらえるとね、すごいですからね。あ、ではよろしくお願いします。じゃあ行きますよ。見える？見てる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 、やった。これでもセーラー服なの？違うの、みゆちゃんよくセーラー服着てるから、セーラー服みたいな服。あ、すごい、うまい、超捉えてる。よく見てるからさ。ありがとうございます。そう
テレビで映っちゃったらしいです。知ったこともありまして。こんな感じ。あ、すごい似てます。ありがとう。私じゃあ、じゃじゃーん。これかわいいよね。少女漫画だ。いわゆる少女漫画だ。あのフジオンのチャームポイントはやっぱりまつげ、うん、だと思ったので、あ、目は目だけでビシバシ下まつげもつけちゃいました。ありがとう。かわいい。うん、結構似てる。はい、髪の毛もふわふわでね、特徴だよね。難しかったね。うん。うん。じゃあ次引っ込むか。うん。ドン。ドン。あ、似てる。やった。あ、やった。似てないでしょ。みなみを。もし連れて行って。もし、もし。どこ？でもそこも嘘っぱちっぽくていいよね。いいね。あのタッチの作者に訴えられることもないね。安心だね。さあ、じゃあ、一応まあ審査室。そう、あ、そうね、正解ないよね。はい。うん。正解はこれですからね。はい。はい。じゃあ一応。これでもいいんじゃないか、みんな拍手してもらっていいんじゃないか。そうだね、大きさで決めようか、うん、1回だけじゃなくていっぱい拍手してください、うん、拍手の大きさで決めましょう。そうだね。はい、じゃあこちらからマダチンさん、イエーイ。私が入ったフジオンです。
週名古屋世界コスプレサミットでこの歌を歌います。Thank you.
「でも声出して」
お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、こんな感じで3時間ゆるゆるとぶっちぎってきました。はい、もう実は本当に3時間ぐらい経ってるんですね。ずっと休憩時間だったような感じがなくもないですが、たまにはね、こういうのもいいね。肩の力を抜いて楽しんでいただけたら、いただけたかなと。君と夏の終わり、将来の夢。
みんなのスケジュール管理とか、なんかね、
目管理とかいろいろやってくださった方で、ありがとうございます。ホームページの作成もしてくださってます。はい、そして何より今日ここに来てくださったお客様、普通のサラリーマンに戻ります。そういうのを期待して期待しようか。はい、ではそうですね、お出口はこちらです。アンコールは本当にありません、ね、あ、そうですね、よかったらあの最後 A さんのポスターが玄関に飾ってありますので、はい、あの一言なりサインなり、あのピカチュウなり東京スカイツリーなり、あの書いていっていただければ、はい、私たちの思い出にもなるので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。あともう今日終わっちゃったんですけど、あのチラシがまだたくさん残ってますので、はい、よかったら今日の記念に離れ書くのやめてね、目に画鋲をやめてね、はい、では橋町三人娘デッド一生タイム、これにて終了です。ありがとうございました。Thank you.